小山一恵は、テレビ西日本の社員で、報道制作局報道部の記者。かつては、テレビ山口のアナウンサー。血液型は A 型。山口県下松市出身。山口県立下松高等学校を経て、東京学芸大学教育学部を卒業。大学では格闘プロレス部に所属、関東学生プロレス連盟で、ヒットマン小山のリングネームで、 学生プロレスをしていた。学生プロレス時代の同期にプロレスリング、ノアのリングアナウンサー、ナンバ・シンジ、先輩に、フリーのプロレスラーメンズ・テオー、後輩に、音量らがいる。ヒットマンの由来は、大ファンのアシュラ、ハラカラ。小学校と中学、高校の教員免許を持ち、教員採用試験にも合格していたらしい。しかし、教員の道には進まず、卒業後、 1991年テレビ山口にアナウンサーとして入社する。長く様々な分野で活動してきた。アナウンサー時代は本人曰く中村正を死に広川大一郎をモチーフにした軽快なナレーションを持ち味とした。東京下関市社を経て。6年ぶりにアナウンサー復帰した。 しかし2009年、テレビ西日本の中途採用試験に合格したことから、同年1月末でテレビ山口を退社。翌月遺跡後、3月から一点記者として、福岡県内の様々な報道取材に当たってきた。2011年、上司、原光幸の再高版を受け、およそ2年ぶりにテレビキャスターとして出演。ありがとうございます。